でさっきの、ハッチングで塗る塗り方でこの赤のね、面を塗っていこうと思います。鉛筆の芯の尖ってるところを探しながら、鉛筆をね時々こうちょっと回転させながら塗っていきます。もうこの辺でちょっと尖ってないなっていう、ちょっともう太いですね線が。どうしても、鉛筆の芯が丸まってしまって細い線が引けないって思ったら、もうすぐに芯を削ってあげてください。上手にね、鉛筆をこう回しながら描いてあげると最後まで芯が尖った状態で使い切ることができますね。紙に芯が当たってる時のあのザッザッザッっていうあの音とか、あと手の感覚みたいなのをね頼りに、ちゃんと尖ってるところが当たってると少し、わかるかな、高い音がしますね。で丸いところが当たってるとね鈍い音になるので、なんかその辺で聞き分けたりとかしながら、視覚だけじゃなくていろんな感覚を使って塗ってみてください。焦ってしまうと鉛筆の線がね歪んでしまったり直線じゃなくなったり、あと力入れすぎてこういう感じとか、こういう鍵みたいな感じになったりするので気をつけて、スッと入れてスッと抜くって感じでね、スッと入れてスッと抜く、直線のハッチングをする時のコツですね。ちょっとだいぶ鉛筆の芯が丸まってきてしまって、細い線がね描けなくなってきましたね。で芯が尖ってないとどうしても色が入らないくなってくるので、
上辺をねこうなぜてるだけになってしまって色が入らない状態になるので、こういう感じです。おでででいいね、こういう感じですね。尖った状態でしっかりと色を入れていきます。まんべんなくね、色を塗っていきましょう。で、後からでもいいんで、こうね、色が浅いなっていうところがあったら、そこに線を足して、今度ね、色をこうで差し込むような感じで整えてあげてもらって結構です。で、まあ限界を知ってほしいので、あのもうこれ以上触っても色が濃くならないっていうところまで、あの力ずくでね、こうギュ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 ってするんじゃなくて、これやるともう髪の目が潰れてしまうからダメなんですけど、こう一定のこう筆圧で触り続けて、もうこれ以上は色が濃くならないなっていうところまでね、書いてみてください。色鉛筆によって結構その色の発色とか芯の柔らかさが違うので、どれぐらい色が入るかっていうのはわからないんですね。だから自分の色鉛筆っていうのはどれぐらいの濃さまで色が入ってくれるのかっていうのをね、知るためにも限界値までね色を入れてください。はい、まあ、こんなもんかな。もう濃くならないですね。じゃあこれぐらいで完成です。